こんにちは、つちのこです。電波人間 RPG 続きやっていきましょう。さあ、ちょっとね、だいぶ巨人が多くなってると思うんですけれども、前回ね、動画にしたこうノーマルキャッチね、テザリング技を使ってですね、いっぱい大きいキャラを量産しました。ただね、ただダメだったよ。出生でね、なんでかわかんないけど、この全部直すをでっかくしたいとずっと思ってて、全部直すね、こうでっかくなってくれないの、みんな。みんなこのあのちっちゃいあのイカちゃんみたいになってて、ぷわーん、でっかい子、ほら、これ全部直しついてるけど、これ体のサイズちっちゃいんだよ全部。ちなみに、HP40 の回避0っていうのが最大サイズらしいんですけど、これ34とか36とかばっかりしか出ませんでした、ノーマルキャッチで。ねえ、これ全部直すはたまにねついたりするんですけど、あ、全部直すじゃねえや、みんな回復は全部ついたり、たまについたりするんだけど、ダメなんだよね。で、じゃあ回復も取るかと思ってね、回復と回復合わせたりしても、みんな回復にならなかったり、じゃあこのでかいやつをね、こう出生したりして、じゃあでっかくなんないかな、かなと思っても、ほら、ちっちゃいのばっかり。だ、もしかして体の大きさって何か条件があるのかもしれない。このアンテナはついたりつかなかったりちゃんとしてんだけど、で、唯一ね、継承して体のサイズが大きくなったのがこれ、このね、テルマ、青山テルマと一緒に、多分ね、これはこの全部直す、みんなちょっと回復取る前に取ったキャラだと思うんだけど、この子はね、合体させると、ほら、回避率3だから、体のサイズが1個ちっちゃいバージョン。だからまあこれにするっていうのもありだけど、どうしようかなといった感じでございます。もしかしたらさ、なんか取った仲間にした順番で体のサイズって変わってる？皆さんどうですか？どんな感じですかね。さあ、今日のレアキャッチなんですけれども、ちょっと見てみましょう。おすすめされたのが、全部直す、足元ガード、そして、復活。よし、ちょっと、見せてもらおう。あ、これ全部直すいるやん。あれ、これでっかくない？全部直す、めちゃくちゃよくない？スポットライト、ちょっと復活、ちょっとみんな復活も絶対欲しいんだよね今日。でも全部直す、めちゃくちゃいいんじゃねえかな、これ。サイズもでっかいし。これキャッチ始めますか、やりますか、これ絶対いいよな、これ。5ジェムありますけど、やりましょう、これ。全部直す以外いらん、いきます。やった、捕まえた、全部直す、捕まえました、頼むぜ。でかいよね。はい、あー違う、でかいやつじゃない、これ。あ、これだ、ピンクの全部直した、ミスった、間違えた、くっそ。ちょっと待って、ピンクの全部直すが欲しかった。まあ、皆さん絶対間違えないでください、ピンクの全部直すでくっそ、ミスった、マジで。いや、もうこれでも、これでいくしかないな、僕は。ちょっと最大を、まあ、目指すんじゃなくてやらかしちゃったけど、強いキャラなんで、本当はね、やっちまった、マジかよマジかよ。ちょっとちっちゃいけどみんなは絶対ピンクの、ね、噂になってたんですよ、誘惑付きでめちゃくちゃいいやつっていう。僕は、3ジェム、もう3ジェムあるじゃん。そうだ、ログインボーナスでもう1個ジェム。いや、でもさすがにもったいないよな、全部直す大きいのにするっていうのは。まあでも、これも1段階ちっちゃいだけなんで、多分いい、これでいく、僕は。みんな復活欲しいんだけどな、さすがにね、復活を取
取る、3ジェムで取るのはちょっと効率悪いかなっていう感じで。ちなみに他にもねゲットしたのが、まあ、回復ケア残して、ここ、光の、光線を2人残してます。だからこれとかもしかして合わせたら3体攻撃ぐらいにはなったりしないのかな。いやまあミスったマジでやらかしたやらかしでした。静電気本当は良かったけど、おっきいね、みんなちょっと回復欲しいんだよね。こうみんなちょっと回復だよね。だからもう作っちゃいます。じゃかじゃーん、よーし。これで一応全部直すがレベルすっごい上がるとみんな全部直すになるらしいんですよね。僕はこのちびメンバーで回復系はね補っていこうかなと思います。ということで、で黒のやつがそこそこ強いということで、攻撃力要因としてね育てていこうかなと思います。上限突破させて、だいたいパーティーをね固定化させていきたい。そろそろで、千秋ちゃんもいいよって教えてくれたんで、千秋ちゃんも次レベルアップさせましょうか。でおすすめなのが、なんか端っこにやられたくないやつを配置してくださいって言ってたな。3体攻撃とかに真ん中の方だとこうで食らったりして一発でやられちゃったりするから。で少し強くなれとかもノーマルキャッチでゲットできたんだけど1体しかいないから、でこれで分かったよ。ちょっと回復をいっぱいゲットしたんだけど、これみんなね出生で組み合わせたんだけど誰一人としてみんな回復になりませんでした。もしかしたらさ、このイベントキャッチで取ったやつがやっぱみんな回復なりやすいフラグだったのかな。どうなんでしょうね。まあこれでとりあえず回復が2体で全部直す系が1体っていう感じなので、あともう一人何か欲しいよね。この強くなれのやつとかいいんだよな。光線のやつはちょっと体がちっちゃすぎるんでねよろしくねトラヌちゃん。本当はごめんね、ピンクの子が欲しかったんだけどミスった。まずレベル1がいる段階ではこのすごいお宝洞窟でレベル上げします。そしたらねぴったり20になるんだよね。でその後は今日は釣りとブーストのイベントが来てるのでそちらやっていきましょうか今日はね。まず出生でみんなさちっちゃいみんな回復がちっちゃい子ばっかりでもうびっくりだったよ。こんなきついのと思っちゃった。だからガチャとかじゃないのかもしんないな。よーし、クリアできました。イエイ。これをクリアするとちょうどねレベル20のマックスになるっていう、いいよね。さてそしたら幸せ度を上げていきたいので、よし、じゃあ釣りの方やっていきましょう。今日のイベント釣りチャレンジ、釣りチャレンジはいくらでもできるのかな。お題の魚を釣り上げて包丁をゲット、楽しそう、めちゃくちゃ。全部直す、引き直した方がいいかな今めっちゃ悩んでますやりながら。釣りチャレンジはようこそ。この会場ではお題として出される魚を釣って景品をゲットするイベントを開催中だ。早速だが始めるかい。なるほど。でどんな感じ、エントリーしてください。で買い物しなきゃな、ちょっといろんな餌を取り揃えてるよ。どれどれ、これを持ってないとダメなんじゃない、餌を。なんかそんな気がする。今日の釣り場は池だよ。スモールマウス、ナマズ、アルビノザリガニが確認されてるよ。へえ、よし、お題として出される魚を釣ればいい。いけ、お題はワカサギ6匹だ。それ以外の魚を釣っても無効だ。え、制限時間は5分。それではスタート。
ワカサギか。ちょっと待って、ワカサギだったらでも普通の釣り餌でいい気がするが、ワカサギね。無効って何え、自分のものになんないの、もしかして。なことはないよな、多分。行こう。一応なんか宝箱がないかだけ最初にチェックする。前宝箱結構あったもんね。全然釣れねえな。本当に魚がいるのか。ワカサギが6匹だったっけ。今日は大量よ。同じだね。ワカサギは多分絶対ちっちゃいやつだから、よし。これなんだろう。え、うっそ、うそんえ、あ、やべ、合わせがうまくない。これ最後の一撃、なにこれ、スモールマウス。ほんとだ。あ、ちゃんと、でも経験値手に入るね。これワカサギっぽくない？ A 出た瞬間、あ、間違えたうーん、なんかワカサギっぽいやつ釣らなきゃダメだ。また復活してる。よし、来いや。あー、下手、下手だけど、よいしょ。そうでもない、これは楽だぞ。スモールマウスでした。これがスモールマウスか。これ全部スモールマウスじゃねえじゃん。スモールマウスじゃなくって、うーん、ちょっと難しいね。これ全部スモールマウス見えてきた。あ、これは、これなんだろう。うわ、これが、これがアルビノというやつでは。結構あー、怖い。いけそう、よし。なにこれ、アルビノザリガニ、いいね。おお、経験値19、悪くないじゃん。ただ全くお題のものが釣れてないっていう。あ、あった、これ絶対取っと。左ね、左ね、左取っとこう。これ違うな、これワカサギじゃない、ちっちゃさ。ちっちゃくない、そんなに。どう、なこれデメキンデメキンでした。むずいね、ワカサギなんかいんの。よし、これは、あ、ワカサギ、いくぞ。あ、違う、あ、いや、これワカサギだあ、違う、デメキンだそう、よし、これはワカサギでしょう。なんか上の方結構、あー、終了時間になってる。今回のチャレンジはこれで終了だ。すでにお前はさ、お前代の魚ワカサギを5匹釣ってるようだね。お代はワカサギを6匹だぞ。終わっちゃったくそくそ、あ、でもやっぱもらって帰れる。なるほど、5代、もうあとちょっとだったのに。いや、ちょっとこれはクリアしたいな、お代。あと1回しか挑戦できないけど、でも何回でも挑戦できるんだね。ブーストゲットは多分あれだよね、まだ多分レベルが少ないからあんまりっていう感じだろうな。今日はちょっと釣りチャレンジして終わりますか。ちょ、マジパーティー早く決めたいな。え、あ、お題がどんどん変わっていく感じ。なるほど、そういう感じね。ということは今回はお題違うんだお題変わるんやないかい。だからまた次が来るんだろう、多分。え、嘘、釣り餌ないの、嘘でしょ。え、
マジかよ。え、嘘。え、釣り餌買ってない。マジか。やらかした。ちょっと釣り餌釣り餌ちょっと待って、ここ戻れないかな。あ、戻れる戻れる戻れる、よかった。バカした、釣り餌買ってないの。まだいるかな。あれ、いないんじゃ。あ、くっす。あ、いる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 、いた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 。よし、勝負だ。へい、勝負。どうや、主ですか。あ、でもそうでもない。イエーイ。何、すごっ、ナマズでした。ナマズがいました。お題のワカサギを6匹以上釣ってるようだな。チャレンジレベル1達成おめでとう。イベント達成の景品だよ。福引券5個、やった。あと何なんだろう。わあ、嬉しいな。福引券ちょっと早速引いてみよう。と、福引券やりました。もうでもだんだん分かってきてるからいいかもね。ちょっと今度やっとこうっと。福引券、福引、福引。じゃあ最後福引引いて終わりましょう。残り10とかあんの。銀貨、カジノコイン、イチゴの種。えい、一回しかできないや。カラカラカラ、声、色付き。あ、青。やんと、銀貨。もうできないよね。あー、一回一発3枚か。たっけ。おー、でも2850で一応もらえるんだ。砂金も、そやな、あのゴールドのやつもやったんですけどね、なかなか僕は稼げず、1回ね、2,000〜3,000円ぐらいしか稼げませんでした。あの、歯がすぐ逃げるんだもんなって。はい、ということで、今回はもうレアキャッチでね、めちゃくちゃいいやつ出てるんで、もう今でもね、もう一回引こうか迷ってる。もうコメント次第では、引きます。ただ、やっぱり、みんな復活も欲しいし、みんな回復はね、今、2体。なってるけど、多分ちょっとちっちゃいんでね、ワンちゃんこの子があの出世できるようになったら、このでかいのと組み合わせてでかいみんな回復ができるかもしれないっていう、ちょっと期待感がありますけど、このちっちゃい子からはね、本当にあのノーマルキャッチ、その後にやったノーマルキャッチのでかいやつと組み合わせても全部ダメだったんで、なかなか大変でございました。はい、ということで、さあ今回もプレゼントたくさんありがとうございます。あ、つくもんさん、カビまんじゅう、だいぶね、分かってきましたよ。証しは、戦闘で使えるんですね、これね。なぎささん、そしてフォロワーが、フォロワーがクイーンの証し、ありがとうございます。なんだクイーンって。なんかいいやつでしょう。ネギトロさん、ありがとうございます。ひつかいきつね、なんだそれ。海賊復帰。クイーン、なんかめちゃくちゃいいのくれてない？なんか、フォロワー外の人から。なんだ、ちょっと待って、これ。マジックエイプの証ってこれ星5じゃん。何これ。ソーリさん、ありがとうございます。これなんだ、俺ってレアなやつじゃないの。だってなんかジュエルかかるよって教えてくれたんだけど。これウーマさん、なぎささんもありがとうございます。クマさんもありがとうございます。キジュさん、ありがとうございます。吸血キャット、ダークモグリン、クイーンの証、なんかめっちゃくれめっちゃくれるな、ありがとうございます。34個、イエーイ。これがなんか証をよし、証をね、コンプするとめっちゃいい装備品もらえるんだよ。あ、やったー、温泉の村、風の塔。あ、これなんだ、星の5、風の塔と妖精。あのボスじゃん、ボスって星5なんだ。ありがとうございました。ということで、ちょっとね、今パーティー編成を考えてね、
ストーリーが全く止まってる状態ですけれども、これがまた楽しいんだこれ考えるのが。またねノーマルキャッチもやったりしつつ、パーティー決めやっていきたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それでは土岡でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。